九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急みどりリレーかもめ2号博多行きです。JR 九州江北駅にやってきました。この動画はみんなの九州切符旅、2本目の動画になります。昨日の動画からトータルで言うと、3本目の動画です。2022年9月23日のダイヤ改正で、肥前山口から江北に名前が変わりました。イントネーションおかしかったですね。肥前山口から江北に変わりました。今回は、この後の特急こそそぎ104号、吉塚行き、こちらに佐賀駅までこの後乗車しますので、そのまま乗り換え時間、こちらで、江北駅紹介していこうと思います。これが、これ留置線ですかね。区間快速門司港行きが止まっています。特急こそそぎ104号の到着まで、残り18分ほどしかありません。まあ、18分もあったら余裕な気はするんですけどね。まあ、大まかに肥前や、江北駅紹介していこうと思います。JR 江北駅改札口切符売り場と書いてますが、これ上から貼ってますね。絶対元と肥前山口駅って書いてただろうっていう、こういう跡が多いんですよね。今の気温、7時9分現在23度ということで、まあ夏らしい気温かなという感じです。そしてこちら JR 最長片道切符の旅、ゴールの駅肥前山口駅ということで、こちらは江北駅に変わった今も変わっていないようです。今見ていただいたのは北口でしたが、今度は南口の方に行ってみようと思います。4番乗り場には9月23日のダイヤ改正から登場した長崎線で活躍するキハ47、こちらが止まっていました。普通列車長崎行きですね。どこかシーサイドライナーを意識したような色にも見えるなと思います。江北町のイメージキャラクターとしてへそ返りのビッキーが有名なそうです。こちらにもへそがりのビッキーがいます。ということで江北駅南口と北口両方見てきたわけですが、いかがだったでしょうか。あちらの方から先ほど留置線に止まっていた区間快速門司港行きがやってくるようです。続いて乗車する特急かつさぎ104号は2番乗り場からの発車のようです。2番乗り場の方向かっていきましょう。2号車、4号車、2号車、8号車、9号車、10号車、11号車、12号車、13号車、14号車、15号車、16号車、17号車、18号車、19号車、20号車、21号車、22号車、23号車、24号車、25号車、26号車、27号車、28号車、29号車、30号車、31号車、32号車、34号車、35号車、36号車、37号車、38号車、39号車、40号車、41号車、42号車、43号車、44号車、45号車、46号車、47号車、48号車、49号車、50号車、51号車、52号車、53号車、54号車、55号車、56号車、57号車、58号車、59号車、60号車、61号車、62号車、63号車、64号車、65号車、66号車、67号車、68号車、69号車、70号車、81号車、82号車、83号車、84号車、85号車、86号車、87号車、88号車、89号車、90号車、91号車、92号車、93号車、94号車、95号車、96号車、97号車、98号車、99号車、100号車、101号車、102号車、103号車、104号車、105号車、106号車、107号車、108号車、109号車、110号